インドの数学とは、紀元前1200年頃から19世紀頃までのインドア大陸において行われた数学全般を指す。インドにおける数に関する最古の証拠は、紀元前3000年以降のインダス文明の遺跡から発見されている。ロータルで出土した天秤の重りが重心法に基づいていることが判明し、物差しにあたる道具も発見されている。また、 インダス文明で用いられたレンガは、長さ、幅、奥行きの比率がすべて4、2、1となっている。このため、年代や地域にまたがって土両校が統一されていたと考えられている。紀元前1500年頃には、インドアーリア人が進出し、サンスクリット語が発達した。バラモン教のベーダ文献であるベーダーアンガには、儀式の規則が述べられており、数学に関する重要な文献もある。 紀元前5世紀には文法学者のパーニニがサンスクリット語の体系を整理し数学の発展にも寄与した。ベーダの祭示の機会が減ると幾何学をはじめとして数学が停滞したが紀元前400年から200年頃にかけてはジャイナ教の学者たちが数論などの抽象的な数学を進めた。膨大な数を扱っていたジャイナ教とは無限を5種類に分類し、 集合論や超限数の概念や対数に関心を示した。また、宇宙構造についての哲学から、等差数列、組み合わせ数学などを研究した。紀元前300年頃に、ジャイナ教の数学者によって書かれた、バガバティスートラの組み合わせ数学については、マハービーラが一般式を見出した。グップタ朝の時代から学術が栄え、クスマプラ、ウッチャイニー。 マイソールを中心に数学の研究が進んだ。バビロニアからは天文学の知識がもたらされ、天文学書、歴法書でもある。知ったあんたは、球面三角法や不定方程式などを扱うようになる。やがて5世紀のアールヤバタ、7世紀のブラーマグプタをはじめとして、数理天文学者たちを中心に、数学の業績が多数生み出された。 12世紀のバースから2世紀の後は、南部において、マーダバを創始者とする軽ララ学派が活動を続けた。現存する初期の重要な資料として、以下のようなものがある。1世紀頃のブラーフミー数字期元前3世紀前より、インド数字やアラビア数字の祖先となる、ブラーフミー数字が用いられていた。当時は例を用いたクライド力数法ではなく、10の倍数ごとに、別の数字があった。 ブラーマグプタは628年のブラーマスプタシッターンタにおいて膨れ上がったうつろなを意味するサンスクリット語スニアすなわちレイトタの整数との加減乗除の概念を正式に用いた850年頃には現代の数字に近いグワリオール数字が完成し0から9までの10個の記号で表すようになった数を表すための言語がパーニニによって整理され 大数学が発達する基礎となった。数学の一部門としての大数は、アールヤバタのアールヤバティアで確立される。大数は、クッタカとも呼ばれ、このクッタカという語は、元は、粉々に砕くという意味を指し、後に、係数の値を小さくしていく逐次過程の方法を意味するようになり、大数の不定解析を表すようになった。 シュルバスートラに書かれているようなレンガを用いた祭壇の建築法がインドの幾何学の起源になったとされる。シュルバスートラの時代にはピタゴラスの定理が知られており、平方根を求める方式が発達していた。後に天文学の一分野として三角法や球面三角法を発展させ、バースから二世が体系化した。シンをジバー、コサインをコチジバーなどと呼んだ。 例を用いる奇数法や算術がイスラーム世界に伝わりアラビア数学に影響を与えた。フワリズミーの著作、インドの数の計算法で紹介され、後にラテン語に翻訳され中世ヨーロッパの大学の教科書になったと言われている。ありがとうございます。